こんにちは。今日はこちらのリリアン糸セット、こういうのが売ってるんですね、ダイソーに。なんかね、まあ、こういうところ見なかったんですけど、私の場合は暇は結構何でも編めるみたいな感じで、これも編めるんじゃないかなと思って。リリアンって過去にこういう風になんかやった、あの100均とかで売ってますよね。こうやってかけるものと一緒にセットに売ってて、まあ、こうやって編んでいくものですよね。こういう糸専用のものだと思うんですけど、1番って書いてるからね、他にもカラーがあるんだと思うんですけど、今回はこの糸だけしかなかったんで、まあ、他にどんな糸があるのかわからないんですけど、まあ、買ってきてみました。こういうのですね。だからね、他の糸もちょっと買ってやってみようかなっていうのは思ってるんですけどね、また続編があるかもしれません。今回は、まあ、何を作ろうかなと思って、前の刺繍糸の時は普通にポーチ細編みで作ってたんですけど、まあ、今回はね、今めっちゃハマってるあのアフガン編みでまたかって感じですけど、ガマ口をね作っていこうと思います。このガマ口はセリアで買ってる大きいタイプですね。とこういうの、シルバー L っていうのですね。なんかね、私はこういうタイプはあまり、なんかね、こうやって縫い付けないといけなかったりとかして、まあボンドでね後で貼ってって感じですよね。ちょっとね面倒だなと思うのであんまり使ってなかったんですけど、買うは買ってたんですね。こう大きいのが欲しい時ちょっと便利かなと思って、これで本当はね穴あきやタイプがいいかなって私は個人的に思ってるんですけど、まあそういうのはなくて100均には、まあ手芸ショップにはあると思うんですけどね。なんかこれはちなみに大きさが、まあ、袋の上からなんですけど、10センチの、まあ、ここが5センチぐらいですかね。まあ、こういうのですね。ちょっと、両方開けていこうと思います。はい。こんな感じで開けてきましたね。まあ、もう、私の場合はこの時点でもワクワクしてるんですよね。まあ、この順番でいこうかなと思いますね。で、全部使い切りでいこうかなって今は考えてて、だからね、浅い我慢口ができるのかもしれないし、あ、こういう風に刺さってましたね。糸のところに。深い我慢口になるかもわからないんですけど、まあ全部使い切りにできたらなぁと、今のところはね、思ってて、だからこの順番でいくんですけど、一列ずつカットして作っていくので、まあ結構ね、余りがいろいろできてくると思うんですよね。うん、これが全部なくなってからこれっていう感じでは進んでいかないので、この順番で交互にね、点々とこう斜めに入れていく感じですね。ここから、でね、合数は5号ぐらいできるかなと思って、個人的には思ってて、まあ5号でやっていこうと思います。まあ、結構ね、スルスルって滑るような、本当に紐って感じなんで、まあ編むのには適してないのかなと思うんですけどね。編んでいきますよね。で、ここで、まあ、いつも通りのアフガン編み。ここで、まあ、何個のマスにするかっていうのも、結構、最後のね、出来上がりの、可愛い、可愛くないっていう、まあ、どうやっても可愛いと思うんですけど、まあ、あると思うんで、今、1、2、3編んで、まあ、3だとちっちゃすぎるかなと思うので、5ぐらいにしようかなと思いますね。4、5。ここ鎖編みしました。で、立ち上がり1つで、まあ、ここは好みがあると思うんでね。ここじゃなくて、次のここの裏山。まあ、裏山は取っていきにくい場合は、もう普通にこういうところで、取りやすいところを取っていくといいかなと思いますね。1、ここやったので、裏山を5回取りますね。5個目、どうかな、ここ5号ってちょっと入りにくいかな。4、ここが一番最後ですね。ここまで入れて、でこう巻き込んで、針と糸の間に巻き込んでますね、この糸で。最初は1回、で、2回。あ、可愛くなりそう。あ、結構はっきりした色だからね、可愛いですよね。で、この状態でまたこういきますね。あ、こうい
リットは水に強いとこあるんですかね。なんか水はじきそうな。まあね、結構わからないままやってること多いですね。見た目の可愛いとかそういうのだけで判断して、またこれを巻き込んでやっていきますね。糸始末が嫌いなんで、まあね、またこう連続でね、アフガン編み合ってまた飽きちゃう感じですね。まあね、ハマってる時はもうこればっかりやりたいって感じですね。またこっちからこういう風にして、こんな、あ、めっちゃ可愛いですね。大きいかな、でも大きいが甘口だからまあいいかなと思いますね。まあ好みで3目3段にしてもらってもいいと思うし、これもね100円で楽しめるからね。前のところもね、ちょっと残せとこうかなと思いますね。概要欄のところにレース8で2回やってるんですよね。そこと、このがまあ口も前にやってるので、よかったら見てみてください。で、がま口の付け方もね、このがま口の付け方のタイプもやってるんで、それもよかったら見てみてください。まあ、すっごいぎこちないんですけどね。やっぱり穴開きタイプの方がね、慣れてるから、本当はね、釜開きタ、穴開きタイプがいいんですけど、これで、1,2,3,4、もう一段だなっていう感じですね。まあ、ここでね、バランスが取れてたら、ここでいいと思うんですよ。5目編んで、4段とかでもいいと思うんですよね。4段でいきましょうかね、今回は。結構これで、正方形になってるかなって思うんで。ここで引き抜いていきますね。ちょっとね、またパリパリしてすいません。おこじいの遊んでこんな感じね。あ、いい感じですね。正方形になったんで、 1,2,3,4 段で今回やっていこうと思います。5目横幅やって4段で今回やっていきます。で、ここで糸をカットして、で次はここの、ここで終わったんで、この対照的なここからこのね、 1,2,3,4 段やって、そこではなくて、まあここでもいいですかね、取りやすいところ。まあ一応はね、この鎖編み一番最初やったここの一番端取りたいなっていうところはあるんで、まあここは一応取ろうかなと思ってるんですけど、ここに針を入れてから、まあ、次は赤なんで、私の場合は。でもいろんな色があるのか、ちょっと探しの旅に行きたいですね。めっちゃ楽しいんですけども、すでに。やって、こう。まあ、刺繍糸よりはね、まとまってるから、こう割れたりとかもしないから、糸が、編みやすいかなって思いますね。2,3,4。で、立ち上がり1つで裏返して、ここじゃなくてここから5拾っていきますね。1,2,3,4,5、まあ、また果てしない感じで。まあ、一つね、この一つが10メートル入ってるんでね。まあ、だいぶありますよね。あとめちゃくちゃ時間かかると思うんですけど。まあ、めちゃめちゃワクワクできると思うんで。やっていこうと思いますね、こうやって。まあ、ずっとこう言っていくと、ここまで2で引き抜いて、あとこっち戻りますよね。もう4段で決めていったので、ずっと4段で。やっていきますね。で、ここまで針を入れて引っ掛けて、で、ここで、ね、この後ろも巻き込んでいきますね。さっき1回だけ巻き込んでないんですけど、で、こうまた右に変えて、結構編みやすいですね、これ。かぎ針スッといきます。このまままた左いきますね、こうやって。面白すぎるんですけど。で、
またここまで編んだら、次は1、2個目上から下からは3個目ですね。で巻き込んでます、この糸も。でこう編んで、しっかりしてるからいいですね。刺繍糸も可愛いんですけどね。こういった感じでずっとね、これ4段目のここですね、ここの V ってなってるところを針刺して、また巻き込んで、で2個で、ここまでいったら次は一番最後なので、ここがこの段がこう引き抜いて左に戻ってきますね。こんな感じ、もうすでに可愛いですね、赤とピンクだけで。でここまで最後のとこまでいったら、次はこの次の縦になってるその横のこの V のところ、横になってる V のところを取って、まあここももう一回巻き込んどこうかなと思いますね。で引き抜いて立ち上がり一つしとこうかなと思いますね。これで次またこう編んでいきます。でこの横拾って2個3個4個で、ここは一番最後、ここも拾ってからこれも巻き込んでいこうかなと思いますね。で最後は1で、その後はもう全部2ですね。こうやってこういう繰り返しをまたやっていきます。こんな感じで、今1段目なのでこれがまた4段やって、ここで終わって、次はまたここからつなげたみたいにずっとやって、ここっていう感じで広げていきます。で、まあ、この高さはね今のところ考えなくて、この横幅だけちょっと考えていこうかなと思いますね。まあここまでちょっとこの横が伸びてきたところでまた止まってやっていこうかなと思ってます。ではそこまでこう順番につなげていこうかなと思っています。こんな感じでずっとここまで編んできて、この横幅に合うかなっていうところまで編んできましたね。まあ、大体これぐらいできるんじゃないかなと思うので、 1,2,3,4,5,6 だから6色全部使いましたね。こっちも6段で、ここはねもうこの幅以上にはしたいので、まあそれを見るとだいたい4段がここでギリギリで、まあ5段ぐらいは欲しいかなと思うんですよね。今のところちょっとちっちゃめにはなるんですけどね、パカッと全開に開く感じですね、ほぼ。だからねここにマーカーつけて、こうだからねあと半分はやりたいっていうところでね、ちょっとマーカーつけておこうかなと思いますね。これで表面の高さを編めましたっていう意味でつけておこうと思ってます。だからね、これ一つじゃ足りないかもしれないですね。でもここ以上はもう伸ばさないので、この上からこのピンクからまたねこうやってやっていこうと思ってるんですよね。まあそんな感じで、でねちょっと思ったのが、このブルーのとこちょっとね見ただけではちょっとわからないかもしれないんですけど、結構ねまあ最後の方はねだいたい合ってきたんですけど、それにしてもこの今までのこの 1,2,3,4,5 色より結構しっかり編めたんですね。なんかね太さがこれだけ違ってて結構硬い感じでしたね。これここを見てもちょっとお分かりかと思うんですけど、この辺はね結構同じ号数で編んでるんですけど、ちょっと違いますよね、この辺までとここだけ。なんかねこういうのがあるのかなと思って、ちょっと硬くてね編みにくかったですね、このブルーだけ。まあそういうのもねまあしょうがないですね。でもまあここまでで止まるので、ピンクからちょっとまたねあと 1,2,3,4,5 なので、ここもあと4段のところまで編んで、でそこからまたねこう狭めていこうかなっていうところですね。こんな感じでちょっとやっていこうと思います。まあこれで全部できたらいいんですけどね、やっていこうと思います。それからここを真ん中にして折り返しにして、もう半分編んできましたね。
なのでこれ以上は向こうに編まないっていうので、まあ、次の段はここまでっていうのでマーカーしておきます。私はもうずっとね、あのここまでって思っててもこの上編む人なんですね。だからここで止めるのにずっとここで止めていくので、こっちもここで止めていきますね。もうこれで終わりにしようかなと思ってますね。で次は黄色の次緑なので緑っていう感じで、今日はねもうちょうどかなと思います。まあ、次黄色来てもそんなに編めないしっていう感じで、赤もそんな編めないですね。ここは編んで、まあ、最後にちょっと来るのかもしれないですけどね。まあ、そういった感じでこの一つでこれぐらいで切るっていうのをちょっとお見せできるかなと思って、めちゃくちゃ怖いですよね。これでもうここまで最後のところまでやっていこうと思います。ではやっていきます。こんな感じでここまで編んできました。めっちゃ可愛いんですけどこんなになるんですけど、でねもうこのピンクがギリギリでここで終わりましたね。だからここでちょうど良かったです、終わってて。まあこのピンクが足りないだけでもう一個買うことになってたんで、まあねそれでもいいと思うんですけど、まあ大きさ的にはちょうどかなっていう感じで、私の好みの大きさ。めっちゃ可愛いんですけどこれでね、これもねちょっと無駄にしたくないなとかちょっと思ってて、でこの紫がねちょうどここにあって、でまあ巻き込んで、ここはねちょっとそうですね、一番端からちょっとしたいですね。これ全部ねこう短くカットして、こう短くカットして、でこの余ってる、これもカットしておきますね。この余ってるものでちょっとね一番長く余ってるものを探して、この色でもいいと思うんで、まあ、この横を一本ちょっと入れようかなと思いますね。せっかくなんで、まあ、糸始末をしたくないっていうのがねあって、私の場合は。でまあ午後でずっとやってたんで午後ですね。でこの端に入れて、まあ、これをねするだけでね、もう糸始末がなくなって、かなり私的には気持ちが楽になるんですね。そうですね、なかなかね糸始末が好きになれない。こう入れて入れて、まあ、何色でもいいんでこうやって入れて、こう引き抜いて、まあ、ここの横をねずっと取っていくだけにしようかなと思ってですね。ここが間空いてるから、ここもどうしようかっていうところではあるんですけど、こう、まあ、そうですね、こうやって、まあ、ずっと長くはね一本ボーンとはこうやれないですね。このグリップがついてるんで、まあ、考えてなかったまあ一個ずついつも通り取って、でここで一回ね、そうですね、まあ変えるしかないから、まあ結構取りますよね。うん、だから次々でやっていこうかなと思います。まあ次ながらも巻き込んでいけるとは思うんですよね。巻き込めないかな、こう。そうですね、1本やってで2本どうかな。で次はまたこの状態で左に、あもうここでね引き抜いていきます。まあ、一番しかしないんでですね。これでねずっとね続けて横にやっていけると思うんですよね。まあ、いけなかったらほどくだけなんですけど、ちょっとねやれるかどうかやってみますよね、とりあえずは。でこれをちょっと巻き込んでみて、巻き込めなかったら外すだけなもう本当にね行き当たりばったりのあれなんで、でここでまあ離れてるけどこのままこの状態でまた取っていこうかなと思いますね。こんな感じかな。こうやってずっとねこのブロックごとにやっていこうかなと思いますね。糸始末できなさそうですね。巻き込んでいけなさそう。こうやってとりあえずここまで拾って、でここで巻き込めるかな、この帰ってくるところで、この紫をここに挟んで
どうにかしてね、巻き込みたい。で、一本して、そうですね、この状態で、無理やりね、この裏付き、どうかな。やっぱ無理ですかね。無理か。一個やって、無理ですね。これの方いけるんかな。これで、あ、ここの方いけそうですね。こうやった状態でこうかけて、こうだ。で、こうかけて次は引っ掛けない。あ、いけそうですね、これ。で、次は引っ掛ける。この紫裏の巻き込みたいなもの。このやり方でやっていきますね。次は巻き込まない。あ、いけます。そうですね、いきましたね、これ。それで今引っ掛けたから次引っ掛けないっていう感じで、交互にやっていくとこう止まっていきますね。これでやっていきます。ずっとここまでやっていきます。で、どちらで切れたらまた違う糸を合わせてやっていって、またこっちもね、同じようにやっていこうかなと思ってるんですけど、で、あとね、ここの部分も残さないといけないんで、まあちょうどぐらいかなと思うんですよね。ぐしゃーってやってこれでちょっとね、ここまでやって、とりあえずあと糸の残りで、まあ考えていこうかなと思いますね。ではやっていきます。あれからここを折り返しにして、もう半分なんできましたね。こういう感じだから、ここはもうこれ以上上に行かないので、次はあのここまでしまこんな感じで両方やって、まあ裏返してきましたね。で、いい感じやなと思って、で、ここをね、最初やってこっちもできたらいいなと思って、やっぱりアンバランスだと、まあ、こっちは一段高いことになってるから、まあ入れる時もおかしいかなと思って、こっちもやろうと思ったんですよね。で、これでも全部なんですけど、まああとちょっとでね、やっぱり感覚的になんかいけないんですよね、ここまで。だからね、もうないまま結局ね、こっちもね、やるところ映してるんですけど、全部ほどいて、まあ、この状態で、あの、口がね、はめていこうかなと思いますね。結局ね、あれも縫い付けないといけないし、これ、あれもね、ちょっと縫い付けていかないといけないし、まあ、そういったことで、これもね、ほどいて、まあ、これを見られて、これいいなって思われた方はね、ここ一段足してもいいなっていう時の何か参考にしていただければいいかなと思って、ちょっと動画は残しておこうかなと思いますね。だから、こうやって出ている糸はもう全部糸始末して、で、口金をあとはつけていくだけなので、つけていこうと思います。で、まあ、つけ方は下の概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてください。変なつけ方なんですけど、ではつけていきます。こんな感じで口金つけてきました。で、こういうボンドがね、はみ出ちゃったりするのは、ウェットティッシュとかでこう、軽く拭いてあげると取れるんで、取って完成させますね。あと、空拭きとかしとくといいかなって思いますね。こうやって筋が残っちゃったりするんで、こんな感じ。で、今回はね、なんか、これをつけようとして、ちょっとつけていってたんですよね。で、分厚すぎて、この口金に入らなかったので、今回はこれ、つけずにこのまんまやりました。でもなんとかね、いける感じですね。で、ピンセットみたいなんで、こうやってね、押し込んであげて、こんな、まだね、固まりきってないからね、まだ押し込めるんですよね。なんか結構ね、時間経ってからこう固まり出すみたいなことも聞いたことあるんで、コメントで教えてくださってたんで、まあ最初は結構ね、こう、どっちもゆるゆるで、動いたりするから、ちょっとつけにくかったりするんですけど、まあ最後の辺で、こう調節されるといいかなと思いますね。ピンセットとかで。で、内側も結構ね、こうやって、ついたりするので、丁寧に拭いてあげて完成させますね。まあ綺麗に、後で拭いとこうかなっていう感じですね。で、これでちょっとね、サイズを測っておこうかなと思います。すっごいぶしゃーってきてないんですけど、まあ、ちなみにこれだけ余りましたね。まあ、ほぼ使い切り
あ、このね、切ったものさえも可愛いですよね。元気が出る色。まあ、横10センチで、縦がペタンとした状態で、まあ、ペタンとしたものなんで、7.5 ですね。可愛い。結構しっかり編めてるから、まあ、丈夫で使いやすいんじゃないかなと思いますね。なんせね、こう色がね、カラフルで、もうめちゃめちゃ可愛いですね。元気が出る色。まあ今のこのご時世にもってこいなんじゃないかなっていう。可愛い。他にもね、やっぱ色探しに行こうかなと思いますね。この1って書かれてるのがめっちゃ気になるんですよね。ベーシックカラーって書かれてるから。あとキラキラとか入ってたりするのかな。他のもの。ブルーのとこだけやっぱりね、太かったから同じ目数でやっても結構大きめに出来上がったりとかしてますよね。あ、全部違うのかな？ちょっとずつでも違いますよね。まあ編み加減とかにもよると思うし。こんな感じでね、ちょっと入り方が変わったりとかして。面白いですよね。普通に編んでるだけで。あ、これもまたね、いろんな、色の組み合わせでできると思うので、ぜひ可愛いのでやってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。